レイヨン。レヨンは絹に似せて作った再生繊維であり、昔は人権、人権、人造検士、ステープルファイバーからスフとも呼ばれていた。レイヨンは光線、A、レイとはタを組み合わせた言葉である。パルプやコットンリンターなどのセルロースを水酸化ナトリウムなどのアルカリと二硫化炭素に溶かしてビスコースにし酸の中で防止して、 湿式防止製造する。ポリエステルなど石油を原料とした化学繊維と違い、加工処理した後埋めると土に還る。そのため、レイヨン自体は環境に負荷をかけない繊維とされるが、製造時の二硫化炭素の毒性や強度が低いことなどが問題となっていたことと、日本においては原料パルプを新用樹に求めていたため製造は中止された。その一方で、レンチングリヨセル社が、 N、メチルモルホリン N オキシドを溶媒としたリオセルを開発し、最近では高級品として広がりつつある。日本固有のセルロース繊維としてはキュプラがあり、コットンギンターを原料としたパルプを銅アンモニア溶液に溶かし、最高から水中に押し出した再生繊維である。これは銅アンモニアオンの一種である。絹に似た光沢、手触りが特徴。 洋服の裏地などに用いられる。ニトロセルロースを揮発性の有機溶媒に溶かしたものをピロキシリンと呼ぶ。ピロキシリンは、その呼び名がギリシア語のパイア火曜日と、ザイロン木曜日に由来したようにも得やすい化合物であった。ピロキシリンを小さい穴から噴出させると溶媒は、瞬時に蒸発し、ピロキシリンの細い光沢ある繊維が得られた。これは、最初の化学繊維で、 1855年に、フランスのイレール・とシャルドネ・レアデ・でシャーデネにより、レイヨンとして特許が取得されているが、極めて燃えやすく危険で、レイヨンのドレスを着た人間が、火だるまになるという事故が続出し、第一次世界大戦前までには生産は中止された。その後燃えにくい繊維が開発され実用化されたので、ピロキシリンは、原料として使用されなくなった。 現在の0ンはセルロースそのものを再配列したもので再生繊維と呼ばれる。また、ピローキシリンは化学繊維から医薬部外品に活躍の場を移し数種の添加物を加えた上で液体伴奏功、水伴奏功として現在も販売されている。日本においては明治時代末期において東京の糸省、西高貨幣の西田商店と京都の糸省、 藤井彦志郎の藤井彦志郎商店が、フランスのシャルドネ社やドイツのグランツストフ社からの輸入契約を結ぶことに始まる。1905年、明治38年に、神戸税関で人口検視が通関されたのが税関統計に記録されている。ただし、この時の商品が、例4、人口検視ではなく中間性生物であるビスコースだ、取る文献。 京都の横田商会が1回のみの輸入した際の記録とする文献などもあり、日本におけるレイヨンの輸入第一号であるかの確証はない。いずれにせよ、西田と藤井の両者が、日本国内におけるレイヨンの需要拡大、普及に大きく寄与した。なお、レイヨンイコールアーティフィシャルシルク、人工犬子に対し、人造犬子の役号を命名したのは、藤井彦志郎であると1926年。 大正15年3月18日の中外商業新報で人造剣士という名称期限についてとして紹介されている。日本で最初の0ン製造国参加の試みは鈴木商店が大株主となった日本セルロイド人造剣士株式会社であり、これには三菱財閥岩井産業も出資をしていたがドイツの社の技術導入交渉中に 鈴木商店が大損失を被ったために、レイオン製造計画は中止となっている。この当時、ヨーロッパはニトロセルロースからのレイオン糸や銅、アンモニアレイオンからビスコースによる製法へと転換をしており、ビスコースによる製造メーカーは国際カルテルを組織し、特許権などの共同管理を行っていたため、日本への技術導入の見込みはなくなっていた。1915年、 大正4年には中島朝次郎が日本で初めて同アンモニアレイオンの製造実験に成功し三重県松阪に中島人造機の糸製造所を設立し製造を開始する中島は同年11月の大正天皇即位大典に製品を兼納することもしたが資本的に恵まれなかったため生産も小規模で大成しなかった一方 鈴木商店は1914年にビスコース法によって実験的製造に成功した久村聖太に着目、資金バックアップを行い、1915年には東レザー文工場米沢人造建築製造所が設立され、日本初のビスコース法令ヨニットの試験生産を開始した。この工場は1918年、大正7年に独立し、帝国人造機抜糸株式会社、 定陣の前身となる。1914年にはヨーロッパで第一次世界大戦が勃発しており、日本もレイヨン糸の輸入に支障が起き、価格が遠き、レイヨン工業は高収益を上げ得る環境が生まれた。このため、1916年から1921年にかけて前日の定陣をはじめ発射ほどレイヨン製造会社が続々と設立される。しかし、 第一次世界大戦が収束すると戦争現役からの反動でレイヨン糸の価格は暴落す。この暴落に伴う日本のレイヨン製造業再編成を生き延びたのは、朝日絹織、後の朝日化成、三重人造絹糸、と、東京人造絹糸との三社であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。